について質問をいたします。まず最初に税と社会保障の一体改革による市民生活の影響についてお伺いをいたします。年々増え続ける社会保障費の安定財源のためにどうしても消費税の増税は避けて通れないとして増税法案が可決をされました。消費税増税の2期は平成26年4月から 8%、 27年10月から 10% に上げるということは決まっているものの、時期については4月から6月の経済指数等の結果で10月に安倍総理が実施時期を決定することになっています。一方、社会保障の審議は社会保障制度改革推進法に基づき社会保障制度改革国民会議が設置され、1年間の審議を経てこの8月の6日に改革案がまとめられました。その報告書を受け、安倍内閣は8月21日に社会保障改革プログラムの法案の骨子として閣議決定されたことは周知のとおりです。私はこの国政問題は市民生活に与える大きな影響だけでなく、直接市民の暮らしと命を守る市政にとっても大きく左右される問題ですので、市長に2点ご所見をお伺いします。1点目は国民会議でまとめられた社会保障についてお伺いします。増税をして安定的な社会保障を維持していくと当初は言われていましたが、今回出された報告書は社会保障制度を全面的に切り下げるとんでもない内容になっています。社会保障の基本的な考え方は国民自身のと家族の助け合いの自助自立を基本とすると明記されています。本来あるべき国の責任を放棄する制度に変えようとしています。ここの内容は医療では来年4月から70歳から74歳の医療費窓口負担を現在の1割から2割に引き上げ、高額医療費の負担上限額の引き上げ、国保税値上げにつながる都道府県単位への広域化、紹介状なしの大病院受診で定額負担を徴収、入院食費の負担増、介護では軽度の要支援認定を保険外にし、一定の所得以上は利用料を1割から2割に引き上げ、施設の低所得者負担軽減の対象を預貯金や家などの資産により制限をする、特養ホームから要介護1、2を締め出す、年金では今年10月から3年間で 2.5% の削減、その後もマクロ経済スライドで毎年削減、支給開始年齢も65歳から68歳から70歳に先延ばし、公的年金控除の縮小などが明らかになりました。こんな大改悪は社会保障のためなら消費税増税も致しかねないと理解していた人たちでさえ納得を得られず、反発は必至と思われます。そこで市長に4点お伺いします。一つ目に、70歳から74歳の医療費窓口負担が1割から2割に値上げされればどれくらいの市民に影響が出るのか、二つ目に、要支援1、2が介護保険外になった場合、どれくらいの人がどういうサービスを受けられなくなるのか、三点目に、特養ホームから要介護1、2を入居対象基準から外した場合、どれくらいの人が締め出されることになるのか、四番目に、このような社会保障改革が実施されることになれば、市民生活が与える影響はどのようになると認識されているのか、以上4点をお伺いします。はい、市長。松葉議員、ご質問の税と社会保障の一体改革による、市民生活の影響のうち、まず社会保障制度改革についてのお答えを申し上げます。今4点ご質問いただきました。まず1点目の、70歳から74歳までの医療費自己負担を1割から2割に引き上げることによる影響につきましては、平成24年度末の数字で申し上げますと、
国保の被保険者では、2542人に影響するものと考えております。次に2点目の要支援1および2が、介護保険外になるとの今ご指摘をいただきましたが、今回の改正では要支援1および2の方が受けるサービスにつきましてはあくまでも介護保険制度の枠内で対応するということでございまして、その財源は維持されたまま事業の枠組みが保険給付から地域支援事業に移行するということでございます。これによりむしろ地域の実情に応じた多様なサービスを柔軟に提供できるものと考えております。なお平成24年度末で介護予防サービスを受給されている方は要支援1が127人、要支援2が167人で、現在利用されておりますサービスといたしましては、訪問介護や通所介護、さらには福祉用具対応、これらでございます。3点目の特養ホームの入所基準の対象外になった場合でございますが、平成24年度末現在の入所者といたしましては、要介護1が12人、要介護2が21人でございます。ただし新規入所について制限をするというものでありまして、すでに入所されている方が施設から締め出されるものではないと認識をいたしております。次に4点目の社会保障改革の実施による市民生活への影響についてでございますが、まず現在の長寿社会を実現できておりますのは社会保障制度の充実があったからであり、この素晴らしい制度を必ず未来将来世代に伝えていかなければならない、このような思いから制度改革の議論が進められたものと考えております。今後超高齢化社会を迎えつつあります中で、社会保障制度の持続可能性を高め、その機能がさらに高度に発揮できるよう能力に応じた負担の仕組みを整備すると同時に、社会保障がそれを必要としている人たちにしっかりと給付される改革を行う必要があり、国民の負担の増大は避けて通れないものと考えております。一方で、これまでの主として高齢者世代を給付の対象とする社会保障から子ども・子育て支援を含めて全ての世代を支援の対象とし、全ての世代がその能力に応じて支え合う全世代型の社会保障への転換がなされるものと考えているところでございます。今後におきましては、これから示される具体的な改革の詳細を注視していきたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。はい、一番松林太郎君。ただいま4点について具体的な数字を挙げていただいて、これだけ守山市民の方が今利用されていて今後影響を受けるということを報告いただきました。でその中で要支援1、2のことなんですけれども、今回厚労省の方で発表されているのは、市町村の判断で多重多様な事業主体による重層的なサービス提供を目指すとしているわけです。で実質各市町村の方の裁量に委ねるということでございますので、当初はですね、来年度おそらく5670億円の現在の財源については移行はしていくけれどもという注釈があったんですけれども、だんだんとやっぱり地方の財源によってね、サービスが低下したりとかいろいろ変わってくることが懸念されるわけです。でそういう中でやっぱり今利用されている方についてね、しっかりとその方々の身になって、やっぱりこの市の新しいその地域、支援事業に移していく中でね、盛り込んでいくべきだと思うんです。でもう一点私非常に心配というかしていることは、特養ホームの関係です。で今確かに入っておられる方、今報告いただきましたようにおられます。しかしながら要介護1とか、2とかそういう重症度に関係なく、例えば一人老人の方であるとか、また家族がどうしても見ることができないから入所を希望されている方、そういう方は今もそうですし、これからも増えてくると思うんです。でそういう中で、
介護1、また2だから入るんだという条件になると、本当に困るわけで、今、全国的に見ますと、自分たちの身内を見るために、居宅介護するために、結構半分以上の方が会社を辞めておられます。そういう実態になっているわけですね。したがって、やはりそういう方については、市としても放っておけないわけでして、これからいろいろと具体的な案は、2015年度の法改正に向けて、まあ、はっきりと国会でも審議されていくと思いますけれども、これについては市としても今後どのようにしていくのか、また検討していただきたいと思います。それでは次の税の方の質問に入りたいと思います。2点目は、消費税増税についてお伺いいたします。増税時期を判断するため、安倍内閣は消費税ヒアリングとして、60人の各関係者や有識者から意見を聞き、10月には決定するとされています。そのヒアリング結果が9月1日に公表されましたが、60人のうち7割を超える44人が来年4月から 8% に引き上げることに賛成をしています。しかし、どの世論調査でも予定通り増税すべきという意見は2割から3割の少数、行うべきではない、先送りすべきというのが4割から7割です。多くの国民は所得も増えず、アベノミクスの実感もない状況で、示された社会保障改革案は負担増と給付減、こんな状況で増税すべきでないというのが多くの声ではないでしょうか。また今回のヒアリングで毎年 1% ずつ上げていく意見もありましたけれども、現在も消費税に苦しんでいる中小企業にとって、手間と設備負担が増えるだけで現状を考慮したものではありません。消費税がの問題については何度も申し上げてきましたので繰り返しませんけれども、 5% の増税は 13.5 兆円という世界最大規模の国民負担になるわけです。こんな状況での増税はきっぱりと中止すべきだと思います。6月議会で質問したときには、社会保障国民会議の内容がどういうものになるのか、また4月から6月の景気はどうなっているのかが不透明だったため、市長のご答弁は景気後退につながらないよう、国の動向を注視していくにとどめておられます。そこでお伺いいたしますが、もともと消費税の増税は社会保障のためだったはずです。その社会保障は、先ほど述べましたように、切り捨てと負担増に改悪し、消費税だけが増税するというのは、到底国民の理解が得られないと思いますが、市長の認識とご所見をお伺いいたします。はい、市長。それではただいまの松葉議員の消費税増税についてのご質問にお答えを申し上げます。まず今回の消費税増税は議員もご承知と思いますが、先進国の中でも多くの債務残高を抱える我が国日本にありまして、少子高齢化に伴い社会保障費が増大をし続ける中で、社会保障制度を将来世代に引き継ぐために安定的な財源が必要であるとして、法改正がなされたところでございます。増税分 5% のうち 4% は現制度の維持に、あとの 1% は制度の充実に充てることとされておりまして、先に政府に提出をされました社会保障制度改革国民会議の報告では、超高齢社会にあっても制度維持を可能とする医療・介護制度の見直しや、子ども・子育て支援の量的拡充及び質の向上、これらを図る取り組みが列記されるなど、先ほど申し上げましたとおり、すべての世代を対象とした支援内容の充実も打ち出されているところでございます。現在、国では消費税増税の影響を検証するため、経済団体や消費者団体、地方自治体のトップ、社会保障の専門家などの幅広いメンバーで構成された集中点検会合で意見聴取がなされたところでありまして、直近の企業短期経済観測調査、いわゆる日銀短観における企業の業況判断指数の改善や、4月から6月の間の GDP が上方修正されたことなどから、増税容認が多数を占めたことは周知のところでございます。消費税増税を行うか否かは、9月の日銀短観や8月の労働力調査など、
さらなる経済指標の確認も踏まえて10月1日に最終判断を行うこととされております。社会保障の在り方もさることながら、経済財政の持続可能性にしっかりと道筋をつけ、将来世代への負担の先送りを断つ姿勢を内外に示すためにも賢明な判断がなされることを期待し、答弁とさせていただきます。一番松前太郎君。消費税を上げるかどうかの話ですけれども、GDP が上がったということを今報告されておりましたけれども、 GDP の 60% は実は個人消費です。そして全体では確かに 3.8%、 2.8% 上がりましたけれども、個人消費は下がっております。また個人所得も下がっているわけです。まあ、そういう中で結局は円安になって大企業の実績が良くなったと、まあ、そのために全体に押し上げたわけですけれども、私たち個人にとっては別に消費も増えてないし、また所得も減っている、まあ、そういう中で消費税を上げようという今話に動いています。そして 5% 上げたうちの 1% は確か 2.7 兆円分は子育ての方に使うというのはもともと言われておりますけれども、現行の 4% は今でも財源は一応確保しているわけで、その分をまた消費税で補った場合、その 4% はどこに行くんだ。不足の14条に、国土強靭化として使えることも明記をされていますし、今後そういう本当に消費税が社会保障だけに使われるのか、これはしっかりと私たちも見ていかなければなりませんし、先ほど前段に言いましたように、社会保障が維持されているならともかく良くなっていく状況がない中で、先に税金だけ上がっていくというのは本当にかえって生活は苦しくなると思います。私たちは、まあ、しっかりとこの4月からの消費税増については、まあ、反対だということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。次に商業の活性化について、都市活性化局長にお伺いいたします。市内の小規模店舗は大型店やコンビニの台頭により厳しい経営状態の中、地域にとっては欠かせない存在になっていると認識をしています。特に高齢者にとっては近隣の食料品店や雑貨店が生活の基盤にもなっています。また中心市街地においても中小家電店や飲食店、美容店など個々の魅力と強みで地域に密着した経営をされています。しかし個人商店にとっては集客の減少、消費税が価格に転嫁できない店舗の老朽化、設備投資の資金不足、後継者問題、大店舗に対抗するだけの品揃えと価格など多くの課題を抱えています。こうした商店を支え応援していくことが地域の産業を支え市民生活をも支えることにつながります。他市の事例を紹介いたしますと、群馬県高崎市が本年5月から店も地域もパッと明るく商店版リフォーム助成で商売を応援というキャッチフレーズで街中商店リニューアル助成事業を実施をされました。年間予算は1億円、内容は店舗の改修や店舗などで使用する備品の購入に対しその費用の2分の1を助成、補助上限は100万円で3カ年を予定されています。またこれから新規に商売を始める人にも適用されており、その結果本年度はすでに108件の申し込みがあり、予算突破では業者間では大評判になっているようです。改修を行いたい店舗側と仕事起こしを求めている地元業者の願いがマッチした、まさに地域経済活性化の施策だと思います。高崎市の市長は一番大変なところを支援するのが自治体の役割だと町の活性化に力を込めておられます。ぜひこうした観点から本市においても商業活性化施策の充実が必要と考えますが、以下4点について都市活性化局長にお伺いいたします。一つ目は市内の小規模店舗の動向、二つ目に小規模店舗の課題に対する認識、三つ目に森山市として小規模店舗を支援していく施策を検討すべきと考えますがいかがでしょうか。四つ目に紹介した高崎市の町中商店リニューアル助成事業のような制度は
若者たちの新規開業の意欲向上にも効果があり、森山氏も必要と考えますが、いかがでしょうか。以上4点お伺いいたします。はい、都市活性化局長。それでは松葉議員ご質問の商業の活性化につきましてお答えいたします。まず市内の小規模店舗の動向についてでございますが、小売卸店舗数は平成14年度747事業所から平成24年度672事業所へと、この10年間減少が続いております。一般的な要因として生活行動圏の広がり、消費者の生活スタイルや意識の変化、郊外型の大型店専門店など多様な形態の店舗などの影響を受け減少していると考えております。一方この間従業者数はほぼ変動がなく、大型量販店が雇用を維持しているものと考えられます。大型店のテナントを除く業種の変動傾向といたしましては、地域にあった衣服等の買い回し品を中心とする小売販売店が減少し、飲食、理美容店などの生活関連サービス、教育、学習支援店舗が増加している傾向が見られます。次に地域の小規模店舗の課題に対する認識でございますが、市街地においては量販店や飲食、生活関連サービス店などの増加により消費者の利便性は向上したものの、小規模店が持っていたコミュニティの拠点としての機能が希薄化していると考えられます。一方郊外型におきましては、移動手段の少ない高齢者にとって身近に買い物ができる小売店、小規模店は生活コミュニティの基盤として地域を支える役割を担ってきたものの、量販店等への消費の流出により大きな影響を受けていると考えております。そうした中、小規模店舗の経営を続けていくためには、従来と大きく変化した消費者の生活スタイルや意識に対応した店舗展開、経営基盤の確保、後継者問題、設備更新など多くの課題があり、個展の魅力向上とともに地域社会と密着したサービスの提供などが必要ではないかと考えております。次に小規模店舗に対する支援施策についてでございますが、これまで商店街、商工会議所と行政が連携する中、個展ではなく商店街や協同組合事業を通じて対策を講じてきたところでございます。これまでに商店街の街路灯やマルクカード会のポイントカード機の導入支援などの環境整備事業や、商店街が行うにぎわい事業の開催支援等を行っており、現在も街路灯の LED 化支援や商店街活性化のいわゆる三種の神器といわれる商店街の存在や PR、 お客様の信頼関係を築くイベントとして開催されておりますまちゼミ、また中心市街地での潜在顧客を発掘を目的とした100円商店街、店舗の PR と回遊性を高めるバルの開催、これらを県下でいち早く取り入れ、また森山発信のまちゼミにつきましては、湖南4市での取り組みに広げるなど、積極的な取り組みに対して支援を行っているところでございます。合わせて市独自に経営を継続的に支える制度融資でありますセーフティネット融資にかかる保証料の助成を行い、資金運営を円滑にするよう努めているところでございます。次に高崎市の例による制度についてでございますが、商業者への助成制度として改修工事、備品にまで対象を広げた制度と考えますが、本市においてはこれまでの商店街や協同組合等への支援を基本に、消費税の増税や市内の経済状況を注視する中で、既存の経済対策事業との整合を図りながら進めるべきものと考えております。以上答弁とさせていただきます。一番松葉栄太郎君。
高崎市のことを紹介をさせていただきましたけれども、向こうは非常に大きな町でございまして、一般会計も1500億ぐらいの、大きな町ですんでね、そのまま森山市に当てはめることは考えておりませんけれども、少し、特に小規模店舗についての支援策が少ないのではなかろうかなというふうに思っているわけです。でやっぱりこれから若い人たちは特に利用美容とかも店舗も増えてきていますし、やっぱりもっと森山でもお店を出そうという意欲が湧くようなね、なんか元気が出るようなそういう施策を一度考えていただけたいと思います。でまず行政として今小売店が増えてるのか減ってるのか、どういうジャンルが増えてるのかということもしっかりと把握してほしいと思うんです。でそういう中でやっぱり商工会議所としっかりと情報交換しながら、これからも振興策をしていただきたいということを申し上げて、次の質問に移りたいと思います。それでは最後に熱中症対策についてお伺いいたします。年々地球温暖化による異常気象で猛暑が続き、今年は特に暑かったという実感があります。高知県江川崎では過去最高の41度を記録するなど、全国的に35度を超える猛暑日や30度を超える真夏日が続きました。その結果、熱中症で搬送される人が全国で約5万3000人と、昨年同時期より約1万4000人増加しております。湖南広域消防局の熱中症による救急搬送状況は、8月26日現在で4市全体で99人、うち森山市からは28人が搬送をされました。年齢別では7歳以上、18歳未満の少年が10人、18歳以上、65歳未満が6人、65歳以上が12人となっています。結果、全体の 78% が少年と高齢者が占めており、搬送まで至らなかった人もそのような傾向が推察をされます。このような今回の状況から、過去に講じてきた熱中症対策の見直しと、来年以降も予想される猛暑に対して、恒久的な対策は必要と考えます。まず、高齢者対策について、健康福祉部理事にお伺いいたします。熱中症は、体温調節機能の低下により発症することが多く、特に体力のない高齢者は、自覚症状もないまま、気づいたときには重症となり、死亡に至るケースも多々発生をしています。幸い本市では発生をしておりませんが、高齢者に対する気配りは必要不可欠です。そこで3点お伺いいたします。一つは市民に対し、今回の熱中症対策はどのように取ったのか。二つ目に、高齢者世帯に対し、日常的な見守りや呼びかけはどのようにしているのか。三つ目に、高齢者対策の一環として実施をしている水道検診委託業者による検診時の異変チェックの実績はどうか、またあらゆる通知システムはどうなっているのか、3点をお伺いいたします。健康福祉部長理事、それでは熱中症対策についての高齢者に対する対策のご質問にお答えをいたします。まず1点目の市民に対する今回の熱中症対策についてお答えをいたします。熱中症は高温多湿な環境の下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことにより発症し、特に小児や高齢者の場合には症状に気づきにくいため、手遅れが遅れ重症化したり死亡につながる場合がございます。そこで熱中症の発症が多くなる時期に備えまして、5月の末頃より市民への普及啓発注意喚起を行ってまいりました。具体的には市広報ホームページや有線放送、市が開催する乳幼児検診や介護予防教室での啓発をはじめ、チラシやポスターを市内小中学校、幼稚園、子ども園や保育園、また医療機関、介護サービス事業所や障害福祉サービス事業所に配布するとともに、民生委員、児童委員や福祉協力員には地域での高齢者の見守りに活用していただくチラシを配布いたしました。また地区会館と健やかセンターの公用車には
熱中症対策を示すマグネット付きの標識をつけたり、放送テープによる注意喚起なども実施してきたところでございます。次に2点目の高齢者世帯に対する日常的な見守りや呼びかけについてお答えをいたします。高齢者世帯に対する熱中症対策としての日常的な見守りにつきましては、保健師による健やか訪問事業をはじめ、民生委員や老人クラブ連合会の協力による訪問活動や、一人暮らし高齢者および高齢者のみの世帯への緊急通報装置の設置や、配食サービス事業による高齢者の安否確認等により対応しているところでございます。また熱中症予防に関する呼びかけにつきましては、今申し上げました保健師による訪問活動のほか、地域での健やかサロンや一人暮らし高齢者の集いにおいて、熱中症予防のための水分補給の必要性など折に触れ行っております。次に3点目の水道検診委託事業者による検診時の異変チェックの実績につきましては、地域包括支援センターへの報告が6月から8月までの間で3件ございました。センターでは報告を受け、直ちに保健師が現場確認を行い調査した結果、すべて熱中症とは関係がなく、2件につきましては入院、残り1件につきましては転居によるものでございました。また市民の異変を知らせる市の通知システムにつきましては、現在水道検診事業者および郵便局による見守り活動のほかに、高齢者にあっては先ほどの緊急通報装置や配食サービスによる通知システムで対応しているところでございます。いずれにいたしましても、熱中症対策につきましては啓発による注意喚起が最も重要でありますことから、啓発活動を推し進めるとともに、合わせて市の通知システムを活用し、地域での日常の見守りと連携しながら熱中症を未然に防止できるよう取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。以上、答弁とさせていただきます。1番松前太郎君。今ご答弁いただきましたように、熱中症対策というのは本当に注意喚起呼びかけというのは大事になってまいります。しかし高齢者の方にとっては、目が悪くてなかなか広報も見ないとか、ホームページも見ないということでね、いろんな音の対策もしてもらっているわけですけれども、今の回答の中で各機関にチラシを配布して、そのチラシを持って、訪問時にも指導していくということでしたけれども、なかなか一度聞いてもすっと消えていくのが高齢者多々ありますんでね、私はそういう熱中症というのは、こういう初期症状あった場合は可能性がありますよ、こういう場合はこうしなさいよというような書いたね、永久保存版的なチラシを配布してはどうかというふうに提案させてもらいたいと思っています。そしてもう一点、緊急通報装置ですけれども、まだまだ普及率が低いと思うんですね。でこういうところへももう一度対象の方に知らせてはどうかと思っています。でもう一点、挙げさせてもらうならば、一人、老人家庭を訪問ということでしたけれども、日中、昼間の独居老人というのが非常に増えているそうです。私の家もそうですけれども、普段は同居していても、昼間はお年寄りが一人だけと、いうところが意外とでね、お年なので熱中症になったりすることもありますんでね、そういった情報も各機関に行っていただいてね、その対象にしていただけたと思いますけれども、初めに言いましたチラスを配布という件についてはどうでしょうか。もう一度お伺いします。健康福祉部理事。チラスの関係でございます。このチラシにつきましては、民生委員、児童委員さんや福祉協力員さんが見守りの際に、活用いただくために配布しているものでございます。議員、ご提案のように高齢者宅に、家庭の中のよく見えるところにですね、貼るなどして、常に注意喚起をするというような状況に置くということも必要かと考えておりますので、そこら辺の部分については検討してまいりたい、会に考えてございます。以上でございます。一番松前太郎君。ぜひとも前向きに検討していただけたと思います。
次に小学校のエアコン設置について教育部長にお伺いいたします。熱中症対策及び教育環境改善のために小中学校の全教室にエアコンは設置すべきと幾度も本会議で取り上げられてまいりました。必要性は認めるものの、学校施設を含む公共施設耐震化を最優先するため、第5次総合計画の実施計画、また財政改革プログラムと整合を図る中で検討していくと実質棚上げにされています。現在は緑のカーテンや扇風機設置で対応していますが、これだけ猛暑が続くと扇風機だけでは勉強に集中できないし体調も悪くなるから早くエアコンをつけてほしいと保護者を通じて要望の声が多く寄せられています。滋賀県内の設置状況は、すべての小中学校でエアコン設置済みは近江八幡市、草津市、安市、竜王町、愛荘町、豊里町、高良町、多賀町の3市5町、本年度中に設置予定は長浜市と日野町、今後も大津市や彦根市、舞原市が導入をされます。そこで3点お伺いします。現行の扇風機で十分な対応との認識か、また学校や保護者の声はどうか。2点目に、立東市のようにミスト発生装置などの導入など、さらなる対策が必要と考えますが、いかがでしょうか。三つ目に、現在、小中学校のエアコン設置のめどは立っていません。8月29日の中日新聞に、森山市は耐震化工事を優先しているため、予算の工面ができないと記事が載っていましたが、市民からすれば、エアコン導入は実施する方向だが、予算の優先順位の都合ですぐには無理なのかというように解釈されると思います。しかしこれだけ年々猛暑が続く異常気象を考えれば、来年度にも設置すべきと思います。エアコン導入の是非を含め、具体的な検討時期を明確にしていただきたいと思います。以上3点お伺いいたします。はい、教育部長。はい、部長。それでは、議員ご質問の熱中症対策のうち、小中学校のエアコン設置についてお答えをいたします。まず、現在の扇風機につきましては、平成23年度に暑さ対策として、小中学校の普通教室に各2台、さらに平成24年度には最上階にの教室に1台追加いたしたものでございます。加えまして、まず学校現場におきましては、緑のカーテンやすだれなど活用するなど、さまざまな工夫を行い、暑さ対策に取り組んでおります。また、保護者の方々からは、エアコン設置につきまして、市長への手紙を、7月中旬の猛暑の時に4通、また8月も大変暑くなりましたことから、夏休みの後半に2通、合計6通いただいております。お名前のお分かる方につきましては、耐震化を優先していること、そしてまただいまお答えいたしました、暑さ対策に取り組んでいること、電話でご説明を申し上げているところでございます。次、2点目のさらなる対策についてお答えをいたします。学校現場では先ほど述べさせていただきました取り組みに加え、先生方の指導のもとに授業中でも水分補給の時間を設ける、清涼飲料水の持参を認める、ネッククーラー等を個々の体調に合わせて利用できるようにする。さらに、立東市ではミスト発生装置を児童生徒の昇降口等に屋外に設置されているようですけれども、本市におきましても、一つの学校ではありますけれども、運動場の出入り口にミストシャワーを設置するなど、熱中症対策に取り組んでおります。さらに、教育委員会といたしましても、少しでも室温を下げる工夫といたしまして、試験的に小津小学校の屋上に遮熱塗料を塗り、その効果を調査いたしました。その結果、遮熱塗料を塗った場所につきましては、塗らない場所に比べ1度程度低くなりました。また、教室全体により一層風が届くように壁設置型の扇風機を望む声もいただいておりますが、こうしたことも含めまして有効な改善策を検討してまいると考えております。3点目でございます。小中学校のエアコンについてお答えをいたします。今日までもお答えいたしますておりますが、現在、
学校教育施設の耐震化を最優先課題に取り組んでおりまして、エアコン設置につきましては多額の経費が必要となり、また設置後も長期にわたり維持管理にかかる財政負担が想定されますので、第五次森山市総合計画実施計画や財政改革プログラムとの整合を図りながら引き続き検討課題とさせていただきます。以上答弁といたします。はい、1番松林太郎君。今学校によってはいろんな対策をやっているということでしたけれども、やはりエアコン設置に勝るものはないと思っています。で、この件についてはですね、過去何回も本議会でも取り上げられまして、最近では23年の12月議会で、藤木議員の質問に対して、エアコン設置するときには、普通教室は480教室で、初期投資は7億6000万だというふうに回答されています。本当にやる気があるんであればね、それはそれこそ予算の組み替えに他の事業を止めてでもね、やるという意思決定をしっかりとすべきだと思うんです。で、いろいろとその先延ばし的な話ございましたけれども、府警やまた制度からとってはね、いつ森山がつくんだろうか、そういう意味では住みやすさという意味からも、また教育環境を、ね、改善というか、いう点からも、やはり本当に具体的な費用、日程をやっぱり決めてやっていかないと、これからは理解されないんだと思っています。次に、幼稚園について、今日その件について申し上げない。今そういうこともございましたので、本当にそこがね、市民にとっては聞きたいところなんですよ。で、それでなかったら新聞に載った記事は、多分森山をつけてくれるんだろうとまず思うと思うんです。だから本当にその気であれば7億6000万やったらどうなんでしょうか。私はもうちょっとその点についてはその今後についてしっかりと答弁もう一度求めたいと思いますけど。はい、教育部長。はい、教育部長。最後の答弁ですけれども、先ほどとお答えいたしましたとおり、そのことも含めまして検討課題というふうにさせていただきたいと思います。以上答弁といたします。1番松林太郎君。期待をしている答弁にはなかったんですけれども、これについてははっきり言って本当にこれ毎年毎年暑くなってきて、私たち大人にとってもね、エアコンなければ仕事もできない状況で、生活もできない状況で、子どもたちは若いからね、頑張るというのは本当に酷だと思いますので、本当に真剣なる検討をお願いしたいと思います。次に、幼稚園について教育委員会理事にお伺いをいたします。保育園及び子ども園についてはすべてエアコン設置は完了しており、幼稚園については3歳のみ設置済みです。残る4歳から5歳と遊戯室についても全室早急に設置すべきだと思いますが、いかがでしょうか。また対象の部屋数と設置費用はどれくらいでしょうか。お伺いをいたします。はい、教育委員会理事。はい、以上。はい、幼稚園における熱中症対策についてのご質問にお答えを申し上げます。まず幼稚園におけます空調設備が未整備の部屋数でございますが、今回整備をいたしました吉見幼稚園の増築分を加えまして、4歳児の保育室が15室、5歳児の保育室が15室、遊戯室が6室でございます。また設置費用につきましては7000万円程度が必要になってくるものと考えております。この夏の猛暑を考えますと、特に体温調節能力が未熟な4歳児、5歳児も含めた園児の安全かつ安心な保育環境の整備が必要でありますことから、空調設備の整備につきましては今後の検討課題とさせていただきます。以上答弁とさせていただきます。はい、1番松林太郎君。幼稚園については今あと36室ですか、費用は7000万程度ということですので、これも前向きな検討をお願いしておきたいと思います。最後に、生活保護世帯について健康福祉部長にお伺いいたします。生活保護世帯においてはエアコンの電気代を節約するあまり熱中症になるケースが多いと全国から
報告をされています。また購入もできない世帯もありますが、今や生活と健康を守る上でエアコンは必需品になっています。そこで3点お伺いいたします。1番目は、本市の認定保護世帯におけるエアコンの設置状況はどうか。2番目に、新規購入や買い替えを希望する場合は認めているのか。また購入資金は補助すべきだと思いますが、どのような制度があるのか。3つ目に、設置している世帯に対し、光熱費の上乗せはあるのか。また、火気加算を認めるよう国に要求すべきと考えますが、いかがでしょうか。以上3点をお伺いいたします。健康福祉部次。はい、議長。生活保護世帯、生活保護受給世帯に対する熱中症対策についてのご質問にお答えを申し上げます。議員ご質問の1点目、本市の生活保護受給世帯におけますエアコンの設置状況でございますが、7月末現在、生活保護受給世帯140世帯のうち、居室にエアコンが設置されている世帯は128世帯で、全体の 91% でございます。次に2点目、新規購入や買い替えを希望される場合につきましては、日常生活費の範囲内で計画的に購入していただいているところでございます。また、購入資金の補助制度はございませんが、熱中症対策として購入の相談があった場合につきましては、滋賀県社会福祉協議会が実施をいたします生活福祉資金等の貸付制度の利用について助言を行っているところでございます。最後に3点目、エアコン設置世帯への光熱水費の上乗せ、いわゆる火気加算につきましては現在認められておりません。国におきまして、景気や消費の動向などの調査に基づき、定期的に保護基準等の適正な改定を行っており、現在のところ国への要望は考えておりません。以上、答弁とさせていただきます。はい、1番松林太郎君。現在、12世帯の方がエアコンをついていないということでございます。生活保護世帯受給者にとっては、なかなか本当はエアコンをつけてほしいんだけど、つけたいんだけど、なかなか相談もしにくいというのが現状だと思います。その中で、先ほど答弁いただきましたように、県の生活福祉金の、こういう制度があるということですけれども、こういう、この内容もですね、年金であるとか、また少額でも収入がなかったら、対象にならないわけで、そこら辺の説明も含めて、例えば12世帯についてね、また故障する場合もありますのでね、そういった方にはこういう制度もありますという、周知を、ね、してあげるべきだと思うんですけれども、実際そういうことはお知らせ今していますか、どうでしょうか。はい、健康福祉部長。はい、以上。今現在のところ保護者世帯の方からそういう旨の相談もございませんので、周知の方はできておりません。ただ今おっしゃっていただきましたように、制度を知らないために利用ができないということがあっては困りますので、今後やはり収入のある方については、今の貸付制度の紹介をしてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。はい、1番松前太郎君。貸付ですけれども、年金もない、仕事もない、そういう方も当然おられるわけですけど、これ東京が過去にあった例ですけども、病気になられて、働きたくても働けずに生活保護を受けていたと。で、そういう方は、医者の診断で、この方についてはエアコンがなかったら生活できませんよという診断があった場合には、補助も、金額4万円でしたけども、そういう制度もあったようです。したがって、中にはそういう方もおられますんでね、これからちょっと柔軟な対応をしていってほしいなと。いうふうに思っています。そして今年の夏の熱中症の死者のうちですね、9割以上が60歳以上の高齢者で、エアコンがないか、また使っていない人が大半であったと。で、生活保護世帯も最低限度の生活と健康が守るような、そういう柔軟な対応は必要と思いますけれども、また生活保護についてはね、今年8月から削減されているわけで、冬については、その
灯油代として冬季加算もあるわけですけど、夏についても夏季加算はやっぱり認めていくべきだと、そういうふうなまた国に対しても意見を上げていくことももう少し前向きに検討していただきたいと申し上げて、私の質問を終わります。